スノークは、スターウォーズシリーズに登場するキャラクター。銀河帝国の復活を掲げる、帝国軍の残党から誕生した組織、ファーストオーダーを率いる最高指導者。強力な暗黒面のホースの使い手で、カイロレンをダークサイドに引き込んだ人物。スターウォーズ、フォースの覚醒で、初登場した CGI キャラクターであり、アンディ・サーキスがスノークの声優と演技を担当した。 アンディ・サーキス・スノークの外見は、ホースの覚醒への主要撮影とポストプロダクションを通じて変化していった。スノーク役のアンディ・サーキスは、初めてセットに入った時、私はキャラクターがどんな外見なのか知りませんでした。つまり、秘密なのだと理解しました。監督の JJA ブラムスと、視覚効果チームは、キャラクターの外見や声、動きについて、挑戦を続けて進化していきましたと述べている。 彫刻家のアイバン・マンゼラは、スノークは、ある時点ではほとんど女性として作られていました。JJ は、自分が好きなひな型を持ってきて、私たちは、フルサイズの彫像を作りました。JJ とニール・スキャンランは、スノークが、皇帝のように弱々しい老人であって欲しくないと、考えていましたと述べている。2014年2月に、サーキスが極秘に企画に加わり、 4月29日に最初のキャストが発表された。7月に演じる役について尋ねられたサーキスは、ヨーダではありませんと冗談を交えて返答している。2015年5月にアニー・リーボビッツがサーキスを取材し、彼が最高指導者スノークというキャラクターをモーションキャプチャーで演じることを聞き出した。サーキスはスノークを演じる以前にロード・オブ・ザ・リングシリーズやサルの 惑星シリーズ、キング・コングで、モーションキャプチャで役を演じた実績がある。2015年11月にサーキスは、スノークを演じるプロセスについて述べている。私たちが仕事を始めた時、エイブラムスには、スノークについての大まかな概念がありました。しかし、それは、完全に作られていませんでした。それは議論とパフォーマンスの中から出てきました。私たちは、 JJ とセッションを重ね、キャラクターを文字通り作っていました。それは魅力的なことでした。そして私はキャラクターのデザインが変わって成長する姿を見ることができました。本当に刺激的なことでした。共演者のルピタニ日ンゴによると、彼女はサーキスからモーションキャプチャの演技指導を受け、私たちは彼らが何を作ろうとしているのかを理解して、 モーションキャプチャーを演じる必要があると助言を受けた。撮影について、サーキスは以下のように述べている。それは、とても変わった状況でした。私はドーナル・グリーソンとアダム・ドライバーと一緒に演じることがほとんどでした。初日は、どのように見えているのか、検討もなく、スノークの座る7.62メートルの椅子に立っていました。私は一人で、他の演者から離れた高い場所にいました。 私たちは、コングルザーと呼ばれる手法を用い、音の深いスケールを出しました。それは、非常に挑戦的で、怖かったです。実際、私が経験した中で最も怖い撮影でした。スノークは、ファーストオーダーの政治指導者であり、エイブラムスは、ダークサイドの強力な使い手と表現している。彼は映画における主要なヴィランであり、カイロレンの支配者でもある。サーキスは、 相当に謎なキャラクター。そして、強力でありながら妙に弱くもある。彼には、問題があり、多くの傷を負っている。そして、彼は、大きな過去を知っていますと述べている。また、年齢は数百歳で、過去の戦闘の傷と老齢が原因で脊椎がは、腕章をわい体を動かせなくなってきているとも、語っている。サーキスは、スノークが、 CGI で作られた理由について、理由の一つは大きさです。彼はとても大きく、背も高く見えます。その上、彼は非常に特徴的な顔と骨格をしていますと述べている。視覚効果チーフのスキャンランは、このキャラクターは CGI によってよりよく作れます。彼は背が高く7フィートほどあり、とても痩せていますと述べた。 スノークの傷跡があり穴の開いている顔は公開前は明らかにされていなかった。スノークの声は2014年11月28日の予告トレーラーで初めて公表されたのロビー・コリンは子はシカゴサン・タイムズのリチャード・ローパーはグロテスク、サロン・ドット・コムのアンドリュー・オイラーは幻のような悪魔的キャラクターと表現した。バラエティ師のジャスティンちゃん・チャンはサイズの大きい明晰なごくり。 タイム誌のステファニー・ザカレックは、リンカーン像の椅子に座る暗黒の支配者のような、巨大な鼻のない怖い男と表現している。ファンの間では、スノークの正体について議論が交わされており、シスの復讐で言及された、シスの暗黒教、ダース・プレーガスという説が上がっている。しかし、2016年5月にルーカス・フィルム、脚本チームのパブロ・ヒダルゴは、 スノークイコールプレイが施設を否定している。また、スターウォーズ最後のジェダイビジュアルディクショナリーには、スノークがシスではないと記載されている。スノークは最後のジェダイで正体を明かさずに殺されるが、監督のライアン・ジョンソンは正体を明かさなかった理由を、ストーリー上の必要性がなかったためとしている。また、オリジナルトリロジーで、 パルパティーンの正体が明かされなかったことを引き合いに出し、もし別の物語で機会があれば、明らかにされればいいなと思いますとも述べている。スカイウォーカーの夜明けでは、前半の初めの方で、パルパティーンによって作られた操り人形であったと明かされている。ファーストオーダーの最高指導者として、勢力を拡大させる一方、帝国を滅ぼすきっかけとなったルークの行方を追っている。 ハンソロとレイアーオーガナの息子で強力なフォースを持つベンソロをダークサイドに転向させた。彼はレンの力が目覚めつつあることを感じ、父ソロと対峙することで能力が試されると警告する。スターキラー基地がレジスタンスの攻撃で破壊されるとレンの修行を終わらせることを決意し、ハックス将軍にレンを連れてくるように命令する。スノークは 惑星ディカーから撤退するレジスタンス艦隊の追撃をハックスに任せ、ルークの居場所を知る霊とレーンの意識をつなげ、彼女をレンの元に誘い込む。彼はレーンを処刑するように命令するが、裏切ったレンが起動させた、レーンのライトセーバーによって体を両断される。ハリウッドリポーターのトッドマカリーは、最高指導者スノークは、 アンディ・サーキスの深い恋によって表現された波外れたどことなくハリー・ポッター的なホログラムです。このキャラクターの悪性と劇的な重みはシリーズを重ねるごとに評価されるでしょうと述べている。シカゴサンタイムズのリチャード・ローパーはスノークを演じたサーキスを誰もが認めるパフォーマンスキャプチャーのチャンピオンと絶賛した。バラエティ師のジャスティン・チャンは宣伝された。 視覚効果を称賛した。AP 通信のリンジーバールはスノークをこの映画の忘れがたいキャラクターの一人に挙げている。アンディ・サーキスはスノークを演じたことで MTV ムービーアワードのビジュアルパフォーマンス賞にノミネートされた。ありがとうございます。